皆さんこんにちは。ザ・ドリフターズの加藤茶さんと妻彩奈さんの結婚は45歳差婚で大きな話題になりました。実はその結婚が学会婚のようだと噂になっています。学会とは言わずと知れた創価学会です。そこで今回は加藤茶さんと妻彩奈さんは学会婚なのか、馴れ初めや彩奈さんとの結婚生活についてまとめていきたいと思います。45歳差婚で世間を驚かせた加藤茶さんと妻彩奈さんの結婚ですが、実は学会婚ではないかと噂になっています。2011年6月23日加藤茶さんが68歳、妻彩奈さんが23歳の時に2人は結婚しました。2010年3月1日から付き合って結婚に至ったようなので、交際期間は1年3ヶ月ほどとなります。結婚当初は45歳という年齢差から遺産目当てなどと世間からバッシングも多かったそうです。しかし結婚12年目を迎えた加藤茶さんと妻彩奈さんは息の合ったとても素敵なご夫婦として世間から認められています。そんな加藤茶さんと妻彩奈さんは2人とも創価学会員だと明かしています。結婚前にお互いに創価学会員であることを知った上で結婚したそうなので、加藤茶さんと妻彩奈さんは学会婚であるという噂は本当だと見てよいでしょう。同じ信仰が2人の共通の考え方としてあるので、創価学会員というつながりが2人の関係性を深める一つの要素とも言えるかもしれません。結婚12年目を迎えてもなお仲睦まじい様子の加藤茶さんと妻彩奈さんですが、どんな馴れ初めだったのでしょうか。2人の馴れ初めは、妻彩奈さんが働くバイト先の飲食店に加藤茶さんが来店したことだったそうです。妻彩奈さんが21歳の時にバイト先の六本木の寿司店でお茶出しをしていたところに加藤茶さんが来店しました。お茶を出した時にありがとうと笑顔で言ってくれた加藤茶さんを見たその時から、妻彩奈さんは加藤茶さんの第一印象はとても良かったと述べています。それから何度もお店に来てくれた加藤茶さんに、妻彩奈さんはだんだんいろいろなことを話すようになったのだそうです。そこからお互いに意識をするようになり、お店で会えることが楽しみになっていったようです。出会いから半年くらい経った頃、そのバイト先で使っていたコースターの裏に電話番号を書いて加藤茶さんに渡されたことで連絡先を交換しました。その時にはお互いに大切な人になっていたようで、スムーズに交際がスタートしたそうです。加藤茶さんと妻彩奈さんはお互いが創価学会員だったということがきっかけでさらに急接近したようです。加藤茶さんが創価学会に入会したのはドリフターズ時代でした。近所のおばちゃんの勧めで創価学会に入会したそうです。結婚前に妻彩奈さんが学会員であることを告げた際、加藤茶さんも学会員であることが分かり、お互いに分かり合えたものがあったようです。その様子が2020年創価学会機関誌ワールド盛況の刊登で夫婦インタビューとして記録されています。さらに結婚してからの8年間は困難の連続でした。常に夫婦で一緒に前を向いて励まし合ってきました。そして創価学会の名誉会長である池田大作氏の言葉を書いたノートを今も読み返し、大変な困難にぶつかった時のバイブルにしているのだそうです。加藤茶さんと妻彩奈さんが世間からのバッシングに耐えられたのは、創価学会という2人の共通の信仰があったからかもしれません。実は加藤茶さんの妻彩奈さんは2020年6月に大学の通信に通い始めたことをインスタグラムで明かしました。どこの大学なのか大学名は明かされていませんが、彩奈さんが学会員であることも踏まえて創価大学の可能性が高いだろうと言われています。彩奈さんが選んだのは法学部でした。投資の話などを持ちかける悪い人が寄ってきたら法律で加藤茶さんを守っていきたい、最高の奥さんになりたいと長男官の司法書士を目指して創価大学法学部の通信に入学したと噂になっています。彩奈さんはかつてアジア大学短期大学に通い卒業しています。ただ大学時代は全くと言っていいほど勉強をしておらず、改めて何かにチャレンジしたくなったのだそうです。そこで加藤茶さんの今後のために司法書士を目指すことにしたようです。2011年には45歳年下の彩奈さんと再婚し、新たな生活を始めた加藤茶さんですが、幸せの絶頂の中、元奥さんに訴えられていたといいます。元妻との間に授かった子供の養育費は
子供が成長するまで払っていくと約束されていたそうなのですが、週刊誌報道によるとその支払いが滞っていたというのです。実は元妻の鈴子さんは2003年に離婚した後も加藤茶さんの新居から10分ほどの豪邸で子供3人と暮らしていました。加藤茶さんの身の回りの世話をするなど、2006年には大病を患われた加藤茶さんの看病をしていたそうです。2003年に離婚した加藤茶さんは2006年10月に体調不良のため緊急入院しました。そこで判明した病名はスタンフォード A 型大動脈解離でした。大動脈解離とは、大動脈は心臓とつながる人間の一番大きな動脈で、外膜、中膜、内膜の3構造になっていますが、これらの壁が裂けてしまう病気です。大動脈解離にはいろんな症状、状態が考えられますが、加藤茶さんのスタンフォード A 型は非常に致死率が高い難しい病気でした。スタンフォード A 型、2週間以内の死亡率は約 90% であり、原則として手術適用となります。加藤茶さんはその後4ヶ月程度で復帰していますが、会見では生死をさまようような状態だったと語っています。死んでもおかしくなかったと会見で述べています。加藤茶さんは入院前の体重 63kg から一時は 10kg も痩せ、頬がこけていましたが、口調も足取りもしっかりしていました。本人は2週間くらい生と死の間をさまよっていました。どういう手術をしたかも分かりません。治るつもり、生きて帰るんだと思っていました。でも後ですごい手術だということが分かりましたと語っています。そしてそんな大病を患った加藤茶さんを支えたのは元嫁でした。面倒を見てくれるのは彼女しかいませんので、大変助かりました。神さんから子供へ説明があったと思います。意識が朦朧としている手術前に、頑張ってね、終わってからお疲れさんと言われましたと当時を振り返っています。2007年には仕事復帰している加藤茶さんですが、闘病生活を支えた元嫁は命の恩人です。ただその後はよりを戻すこともなく、2011年に45歳下の妻と結婚した加藤茶さんでした。一方で元妻とは円満な関係を築いており、周囲も驚くほど仲の良い元夫婦として有名だったそうです。加藤茶さんは彩奈さんと再婚したあたりからお子さんの養育費の支払いが止まってしまったそうで、加藤茶さんと鈴子さんは養育費や生活費のことで揉めるようになりました。とうとう鈴子さんが加藤茶さんを相手に家庭裁判所に申し立てを行ったというのです。2011年秋頃には、これまで加藤茶さんが口座引き落としで払っていた電気代の請求書が鈴子さんのもとに届くようになったそうです。鈴子さんにしてみれば、養育費を止められただけではなく、電気代も自分で払えと言わんばかりの加藤茶さんのこの行動に、約束が違うと怒りが頂点に達し、法廷に持ち込んだのではとのことでした。しかしその後の続報はありません。ちなみに加藤茶さんと元妻の鈴子さんの間には、1988年生まれの長男、1991年生まれの長女、1993年生まれの次男と3人のお子さんが誕生しています。長女は加藤文代さんといい、女優として活動されていたようですが、近年は目立った活動はされていないようです。また長男と次男の方は情報がないことから一般のお仕事をされているようです。現在は一番下のお子さんもすでに20歳を超えているので、丸く収まっているのではないでしょうか。ただ一説によれば、加藤茶さんが子供たちとも絶縁状態になっているという噂があります。加藤茶さんの遺産は子供たちももらう権利がありますが、現在の妻が加藤茶さんに遺書を書かせていたら子供たちに遺産がいかない場合もあります。さて近年加藤茶さんの体調が不安視されたことがあります。ついには認知症を発症したのではないのかというテレビでの報道も見受けられるようになりました。結婚当初から言われていましたが、現在の妻の友達に囲まれた加藤茶さんが一人凍りついたような表情で写真に写っている姿などがブログにアップされるなどしました。自宅にも友人を頻繁に招き入れたり、彩奈さんの弟が住み着いたりするなどで自宅に居場所がなくなってしまっているとの報道もありました。すると次第に塞ぎ込むようになっていたというのです。現在は
精神科への通院が余儀なくされるというほど悪化しているという噂もあります。このことが事実だとすると、ひどい目に遭っていると言わざるを得ません。しかし、これらの噂はどうもデマであることが分かりました。妻彩奈さんは献身的に尽くし、加藤茶さんと元気に過ごすことを最大の目標にしているそうで、たびたびテレビに出演され、仲睦まじい様子がお茶の間に届けられています。いかがだったでしょうか。今回は加藤茶さんと妻彩奈さんは学会婚なのか、馴れ初めや彩奈さんとの結婚生活についてまとめてきました。結婚から10年以上が経った現在、お二人の間に子供はいません。当初は子作り宣言もされていましたが、その後彩奈さんに妊娠のニュースなどは出ておらず、子作りを断念したという噂もあるようです。結婚当時アラウンド古希だった加藤茶さん、やはり子供を作るのは現実的に難しかったようです。子作りを断念していた加藤茶さんと妻の彩奈さんですが、加藤茶さんは彩奈さんに対して再婚して子供を作るように助言していたことがあります。結婚4年目、加藤茶さんはパーキンソン症候群を発症しました。3ヶ月間入院することになり、57キログラムだった体重は38キログラムまで落ちてしまいました。そんな中、加藤茶さんは入院中に彩奈さんにこんな言葉をかけたそう。俺が死んだらすぐに再婚して子供を作りなさい。弱音とも言えるこの言葉を聞いた彩奈さんは、絶対死なせちゃいけないと決意し、献身的に看病を続けました。その結果、3ヶ月後には加藤茶さんは奇跡的に回復、夫婦の絆はさらに強くなったそうです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。